はい。えー、それでは始めます。皆さん、こんにちは。レククン2講師の唐沢と申します。どうぞよろしくお願いします。はい。えー、ただいまからですね、えー、消費生活アドバイザーの二次試験ですね、論文式試験、えー、このスピード合格講座のですね、えー、今日は2019年の問題を通じて論文試験、2019年の論文試験を通じてですね、えー、合格答案を書いていくという力を身につけていくための準備をしていくと。 いうこととですすね始めてまいいいりた思これまでですね、大きくこの講座は、まあ、怖くない論作文という、まあ、論作文いろんな論作文はあるけれども、消費生活アドバイザーに限らず、ですね論作文一般に求められるそういった知識、特に日本語の知識というものですね、身につけるものと、ですね大きく実際に2019年に出された出題と、 お、いうものを、模範答案を示してですね、え、解説を加えて、どういうふうに書いていったら、合格答案になっていくかというようなですね、え、組み立ての解説をさせていただきます。それでは、まずは、あ、この怖くない論作文でやりました、え、ところですね、特に、え、第三章の復習のところですね、論文、そもそもどういうふうに、 え文章っていうのは書いていくべきなのかというようなことですね、えー、やったんですけどもこのちょっとした復習から入ってですね、えー、次に問題の方を見ていくというふうにしてまいります。それでは第3章このまず「怖くない論作文の」の一部分の復習からになりますけれども、えー、69ページですかね、えー、69ページですかね「怖くない論作文の」のはい。<laughs> まず私どもが今から取り扱っていく論文というものですね、えー、そもそも文章にはこういう分類があると自分のためのメモとかね日記とかそういう類のものと他人向け、えー、見てもらうために書いているものと大きく分かれるということですが今から勉強していくのは当然他人に見てもらうというものですよね で他人に見てもらうための文章もですね、えー、いわゆる文学作品とか芸術とかですね的なもの小説とか詩とかですねいわゆる文学作品的なものといわれるものと分かれた時にここの部分をやっていくということですね。えー、他人向けであってなおかつ芸術作品とはちょっと違う文学作品とはちょっと違うといったものですね。 こういった論文というものはどうあるべきなのかということですね。文章の論理性といったものが求められてくるということでありますけれども、大きくポイントが3つあったということですね。明積性、科学性、社会性というものですね。明積というのは明確かつ一義的と。 ということですね。はっきりと意味が伝わって、さらにいろんな意味に捉えられないよというですね。明晰性、明確であって一義的であると。で、科学的というのは反証可能性ということですね。えー、反,反論もしてくる、相手がですね、反論もしてくるというような可能性を認める文章。 えこれが科学的な文章と言えるということですね。神というのは絶対し、あ、いるのですと。えー、これは間違いがありませんとかですね。えー、まあそうなのかもしれないですけれども、おこういった反証の可能性をおよそ受け付けないというような文章は科学的な文章と言えないと。 いうことですね。えつまり、論文においてはそういったことを書かないということですね。神は絶対に疑う余地はなく存在しているから始まるような文章のようなものはですね、論文では書かないよということでした。でさらに、社会性ということで、ね、明績であって、なおかつ科学的であったとしてもですね、これはその文章がですね、社会的な意味を持つということですね。社会性があると。 いうことが必要になってくるよということでありますね。はい。では簡単に明晰な文章であって、科学的な文章であって、社会性がある文章。これら全てを満たすという文章を目指していくわけなんですが、明晰の復習をちょっとしておくと、次のページですかね。70ページですかね。はい。明晰というのは明確かつ一義的だよということですね。 悪い例として、えー、これは名晰明晰か明晰でないかといったらですね名晰じゃないねというようなところですね、えー、私はユーラシア大陸の東の方にあるです、ね、大都市にいますということですね、えー、これはじゃ具体的にピンポイントでどこなのっていうことがあちょっとはっきりしないというのに対してこっちはですね、えー、名晰といえるこれはもう北緯35度東経139度にある日本の首都ですということですね、えー、これはもうはっきりするわけですよね 名席な文とと言えるということですねえこういうふうにピタッとおこれは何ていうのかなえここかもしれないあそこかもしれないみたいなえこういう意味かもしれないみたいな、えー、そういうふうに、えー、いろんな可能性をはらむというようなものでなくてですねピタッと、えー、この3 5百1 3 9度と言われたらもう1個しかないですよね1個しかないもうはっきりとわかるということですねそういったのを目指していくということですね。 はいでは科学的な文章ということですけれども反証可能性があるということを科学というふうに言っていくよということですね。つまり相手が命題をですね自分の言っていることをですね他人が反論しやすいように定義してあげるということですね。 他人の反論、えー、これを聞いて、えー、さらにですね、その反論を、これを証明をしてですね、さらに説得的に、えー、その反論すらですね、えー、その反論をさらに上回る論証をしてですね、えー、こうやって、えー、組み立てていくというか、どん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 その文章をレベルアップしていくというか、言っていることをレベルアップしていくというか、えー、そういったことですよね。えー、こういうふうに相手が反論しやすいように定義してあげているというものが科学的と。 いう風に言えるよということですね。はい、では次に社会性のある文章ということですね、えー、ここがあの特にですね。少しあの消費生活アドバイザーの試験においても重要なことになってくるかなという気はします。けれどもね社会性のある文章と。 いうことですね。いくら、論じてくださいとかですね、意見を言ってください、とは言ってもですね、それが本当に社会に通用するものかどうか、という、問題がですね、残るということなんですね。これにあたってはですね、まず主要な学説、数学者の先生が言っているですね、メジャーなその考え方というのを知らなければですね、 えー、こういったことを勉強もしないでですね、えー、いきなり自分のなんかオリジナルの文章をこう生み出してですね奇抜なことを書くみたいなものはちょっと社会性があるというふうには言いづらいということですねメジャーなまず考え方学者の先生たちまさに公式テキストに書かれているようなですねメジャーなこの文章というのは知っておく必要があるということですねまたこれに対するいろんな反論というものですよね意見の争いがあるといったようなことですね えー、そのことも理解しておく必要があるということですね、えー、こういったことがあってですね、えー、それ分かった上で分かった上で書いていくということですねこれを踏まえた上で自分の意見を書くなら書くということですね、えー、こういったことによってですね、えー、文章というのが、えー、これ社会的に社会で通用していくというような内容になっていくんだねということでありますねはい えー、そしてですね、73ページですかね。73ページですかね。73ページですかね。はい。 では論理的なそういった文章をですね書いていく力を身につけるためにはですね公式テキストに書かれているようなまさに学者の先生がですねこれは一生懸命研究をしてですね一生かけて研究をしてそしてロジック立ててですね説明をしているまさにですねこういった公式テキストに書かれたような学者の先生たちの本をきちっと頑張って読むということはですね非常に有効に聞いてくるということになります。 またあの条文ですよね。条文というのは極めてこう洗練された文章というか、とっつきにくいかもしれないですけれども、非常にね、硬、えー、い。 えー、見えるんですけど硬い文章に見えるんですけれども法律の条文というのはもう練りに練ってですね無駄なものは一切ないとでできる限り明確に伝わるようにですね一義的に伝わるように書かれている文章ということですねそれでも、あのー、法律の解釈を巡ってですねいろいろこの言葉の意味は何なんだろうみたいなですね、えー、この法律の適用範囲はどこからどこまでなんだろうとかいろいろ争いは出てきてしまうわけなんですけれども。 できる限りこり明確に一義的に書いている文章ということで6法があると6法、まあ、まではですね、えー、ここまではちょっとあの相当なマニアックというかですね相当なもう圧倒的に合格の実力があってですね、えー、さらにもう上には上をいくというような方が読みこなしていただければいいですけれどもまずは差し当たりですね公式テキスト。 これが試験対策としての知識を補いながらですね学者の先生が一生かけて一生懸命こう勉強してですねその結果がその公式テキストに表現されていますのでこれを読んでいくのが非常にいいかなと、まあ、あとは私どもが今回用意している模範解答とかですねこういったものを読んでああこういうふうに書いていくんだなというのを見ていただければと思います。で 大事になってくるのがあ特に論文においては段落構成ということですね。これ大事になってくるということで、まあ、近い意味として目次立てのようなイメージを持っていただければいいかなというふうに思いますね。目次立てのイメージですかね。えー、この段落ではあこれ何が言いたいと必要性と目的を言いたいと。で、えー、2番目にですね、えー、その必要性に応じてじゃあどうやってやればいいのっていう手段が書いてあるということですね。 そしてその手段についてさらに詳しく説明した上ちょっとした注意点もありますよちょっとした注意点もありますよみたいなねこういった言いたいことがそれぞれこの段落ごとに違うということですねなので言いたいことがちょっとずつ異なるまあ大きな意味では段落構成の必要性とこの手段ということで共通している段落構成について語っているということなんですけれどもまずその必要性を述べるじゃあどうやってやればいいか述べると。 で最後ですねもうちょっと詳しく説明するとともにこういった点は注意だよっていうような論理展開にこの文章はなっているねということですね例えばこの目次立て段落分けの例としてですね記載をしているということになりますはい、論理的文章を書くためには段落を意識して書いていくということが大切ですよということですね それにはですねまず主題とメインのテーマと一つ一つのこの込み出しというかショートピックショートピックっていうのをこれは設定をしていくということですね。それがこのショートピックですねこのでっかい話の中のショートピックショートピックショートピックねショートピック小さいトピック小さいトピック小さいトピックそれが一つの段落になっていくね段落123とね必要性手段展開ということですね。ということで3つになっていく。 このように小主題についてですね一つの考えを述べたものなので段落を構成する要素としてはですね段落の要素を一言で述べた文章トピックセンテンストピックセンテンスを具体的に説明した文展開部分といったものですね。 こういう構成にするとおよりわかりやすいねということですね、まあ、逆にですね、えー、トピックセンテンスを設けておきながらですねそれと関係のない文章というのを加えていくのは良くないねということですねでこうやって見出しをつけたのに見出しをつけたのに全く関係ない話をしだすとかですね えこの中にですね日本語の「手におほ」が大事ですとか何か書いてるねえ今も段落立てのこの必要性とですね段落立ての具体的なやり方を述べているところですね「手におほ」が大事ですとかね「手におほ」も確かに大事ですよ「手におほ」も間違うとですね日本語間違っちゃうから大事なことなんですけれどもいきなり無関係のことをひゅっと入れてくるということは違うよということですねはいではこれを踏まえてですねこれを踏まえてですね えー、いよいよ2019年のですね本試験の問題これをですね見ていっていただきたいというふうに思いますはいそれではですねまず1問目ですかね1問目ですかねはいはい 1> 第1問ですね制限時間60分で600時から800時程度まで書くということで第1ゲ目これ問題ずらずらっと並んでですね解ける問題を選んで解いてくださいねっていうそういった形式になっていますけれどもその1問これを切り分けたということになっています。でこれですね原稿用紙を渡されてですねやっぱり1時間以内に書かなきゃと。 埋まらなかったら大変だと白紙答案だったら絶対やばいっていうですねそういったお気持ちは非常にわかるのですけれども論文はですね直ちに答えを書き出さなないいいととううのが王道的というかオーソドックスなやり方ですまずきちんと問題を読む問題を選んだりもしなきゃいけないですしね何が問われているかということを理解すると。 理解することがまず大事。ここの理解が誤るとあさっての方向に書いていって、びっちり埋めたのに全く関係ないことを書いて0点になってしまうということがあります。まずは問題文を読んで求められていることを理解しましょうということですね。そして、考えると言って構成を考えます。いきなり答えをピシーと原稿用紙に埋めていくのではですね。 えなてうかなこの問題ではこう3つ問われているんですけれどもおその1番目でブワーッと書いてしまってですね2番と3番が書けないということでこれ30%以下の点数になってしまうといったようなですねことがありえるということですね。なので読んだ上でまず構成を考えていただいて。 これが出来上がったら書いていくということですね。イメージ的にはもう半分近く、60分あるとしたらこう20分ちょいくらいですね。ここまで使っていただいて、まあ、40分程度で実際に書いていくというような分け方がいいかなというふうに思いますね。はい。まあまず大まかにこの流れですね。きちっと読んで理解する構成段落構成を考える。 えー、これができた後ですね、えー、具体的に書いていくという流れですねはいここで、えー、ちょっとまたごめんなさいねいろいろ映すものが飛び飛びになってしまうんですけれども参考情報として。 この講座では、あの、必須テキストではないです。必須テキストではないので、この講座に含まれている本ではないんですけれども、弊社から出している、消費生活相談員試験、国家資格の方ですね、消費生活相談員試験の認定試験の、やはり論文対策があるんですけれども、えー、これのですね、書き方を参考書籍として、えー、まあ、これね、本当に買いたい人は、まあ、別途、あの、お買い求めいただくわけなんですけれども、えー、使える部分っていうのを、 おこれ一部をお見せしてですね、えー、参考情報として、えー、非常にねよくすごくよくできている本ですのでまああのー、消費生活アドバイザーとも共通する点がかなり多いので大事なことがですね、えー、非常にこの中でもとりわけ重要な部分っていうのもこれこの講座の必須テキストではないんですけれどもで購入も必須ではありません購入も必須ではないんですが参考情報としてですね、えー、ちょっとたまにね参照させていただくというふうになります。 この本をいきなり開くとですねさっき言ったようなあの流れ読んで、えー、構成を考えて、えー、それで実際に書いていくっていう大まかにその3つなんですけれどももう少しもう少し、えー、それを展開したようなものですね論作文の書き方い,いわゆる一般的に言われる王道的な流れ、えー、ですね 最初は、まず、時間をちゃんと分かった上で、その時間の配分、何分までにこれをやるっていうのを決めていくと。で、書くべき論点、何を書いたら、出題者は喜ぶかなと。出題者が書いて欲しい論点は何なんだろうなっていう、その項目、論点っていうのを、まあ、ブレインストーミングのような形で書いていくと。で、さらに、答案の構成を考える、どういう構成、どういった段落分けでいくかなっていうようなことを考えると。 で、書き方はね、えー、序論本論結論、序論本論結論とか、えー、前段で事実と後段で意見を述べるとかですね、いろいろまああったりはするんですけれども、まあ、消費生活アドバイザーには、まあ、構成はね、えっ、ー、と、あまり悩まなくて済むかなという、問題が非常にこう、どういうふうに書きなさい っていうことを何と何を書きなさいっていうことをちょっと言ってくれている傾向が強いので、えー、必ずこういう方に何、えー、かはめなきゃまずいみたいなね起承転結とかにしなきゃまずいとかではなくてですねあの童話の構成はあのー、比較的こうやって書けばいいんだなっていうことはあのー、消費生活アドバイザーに関して言えば、あのー、比較的その段落の構成というのは考えやすい問題が多くなっているかなという気がしますよ。 だからこう絶対気象転結とかこういった方に絶対はめなきゃいけないみたいなことはあまりいいということです。で、構成考えたら回答用紙に記入してで、記入されたものをなんか誤字脱字とかケアレスミスとかですね、していないかといったものをチェックして提出していくということですね。はい。まあ大きく、やはり必ずね、この全体の中でこの構成を考えると、この構成を考えると。 いうこ,とですね、これ非常に重要な要素になってくるといったことになります。はい。それでは、えー、一つですね。この問題に帰っていただいて、第一次元の問題ですね、えー。消費者問題というテーマですね。 はい、我が国における消費者問題がこれまでどのような変遷をたどってきたかについて整理して2つ目今日的な消費者問題の特徴と具体例ということですね。でさらにはそうした消費者問題に対する今後の各方面の対応について、えー、自身の見解を述べなさいということですね。まあ、述べなさいと これもねさっき言ったの社会性というような観点からなんか奇抜なですね教科書にも全く勉強しないであの自分のなんか思いついた意見をバーバーバババ述べるということはあ違うんですよということですね。あくまでも教科書を分かった上でですねいろんな問題が起きているということ対策としてはこういうのが取られているということですね。 これ一次試験で勉強したような知識というのをきちんと入れておいた上でですね述べていくということが大事になってくるということですね。はいでは一旦その構成というものですねこの下にじゃあこの問題の目次立てというかタイトル付けというかこれはどういうふうにすべきなのかというのをちょっとね示してみたいと思います。 示してみたいいと思います、はいえー、問題全体を通じてはあの見出し見出し見出しとあるんですけれども、まあ、大きく貫くのはまず消費者問題という大きな概念があって、えー、その中の我が国我が国日本の話ですね、えー、消費者問題について聞かれてますよね。えー 問題文の冒頭我が国日本のこと外国のことまで書かなくていいですよということですねその中で大きく3つ言いたいことがあったと3つ書いてほしいことがあるということですね、えー、変遷の整理、ね、特徴や具体例で今後の各方面について述べてくださいって言ってるから見解自分の見解とで見解もこれはでたらめに、えー、何の教科書も読まずにですね あの好き勝手なことを言うんではなくてですねあくまでも教科書にある知識というのを分かった上でですね、えー、これを書いていくということになります。ね、大きくこんな見出しになりそうですよね大きくこんな見出しになりそうですよね。まあこれは括弧書きはこんなあの答案に反映する必要はないですけどもまあねイメージ的には過去。 これまでどうだったのか。で、今、えー、どういった特徴があるのか。で、今後、未来ですね。どういうふうにしていくべきなんだろうか。というような3つ、過去、現在、未来とこういう観点から、あの、書いてほしいということですね。望まれているということですね。で、ここに空白を用意しましたけれども、じゃあ、確かにこういったテーマで書いてほしいと問われたんだけど、じゃあ、何の論点、どういう項目、 これを入れていくのがいいのかなっていうのを吟味していくということですね、吟味していく。で、ここに書くと、えー、喜ばれるというかね、えー、出題した人が、えー、書いてほしいというふうに思っている、このテーマに含まれる重要なことは何なんだろうというふうに考えていくということですね、考えて選びに選ぶ。 これ書き出そうとすれば、ぶわ、と、この変遷だけでぐわーっていきますからね。だって、800字で書こうとした時に、ある年、だ例えば1950年に起きた消費者問題とか言っただけで、こんなに800字では収まらないほど論文になるほどですね、たくさん非常に出てくるというわけで、それを変遷と言ってるわけで、えー、過去から現在にかけてですね、どういう流れを辿ってきたのかっていうのは、相当大事なことを絞りに絞らないと。絞って絞って、 えー、もう本当にね本当に超重要なことだけをこう答案に入れていくという作業をしないとですねもうダラ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 ですね1も全然終わらないくらいで800条超えてしまうということになるわけですよね。大きく柱は分かったじゃあ何を入れるべきなのかということを吟味して時間をかけてですねここを埋めていくというようなことが大事になってきます。はい で回答の方を本文ですねちょっと先に見ておこうかなというふうに思うんですけどそうですよね大きく3つのことが問われていたから1番2番3番というふうにこう整理しているわけなんですけれども過去現在未来ということですね。 きちんとこの50年60年70年80年90年2000年といったようにこう時系列になってですね、まあ、変遷が書かれているということで良いんですけれどもまあこれねあのうち司法試験の予備校ですから司法試験チックにね、えー、こう関数字の123というふうになってますけれどもまあ,あまあこれはこれでねあの司法試験で通用する書き方ですので、えー、全く問題ないわけなんですがまあ どうなんでしょうかね。やっぱり横書きですし、えー、こういう書き方ですね。三、えー、四数字の一でタイトルをつけてあげる。我が国の消費者問題の変遷みたいなね。タイトルをつけてあげる。で、ここから書き出す。あの原稿用紙、ひとまず開けて書き出すというふうにしていくと、ベターかなというふうに思いますね。まあ、ただ、本文においては、本当に書く、書こうと思えば書くことがいっぱいありすぎて、文字をやっぱり絞りに絞ろうとすると、こんなタイトルつけてたら間に合わないよと。 ということで文字出ちゃうよといっぱい出ちゃうよということでまあこのようになっているかなというふうには思いますけれどもねまあ本当にねもっと本当に重要なことを抜粋して絞れていくということであればよりねこうタイトルこの本文に入る前にこういったタイトルですね漢数,数字の1ではなくてこう縦1番34数字の1と書いてタイトルをつけてここの本文から書き出すと。 こういうことがですねえ、できるとさらに良いかなということですね。ちなみに、あのこれは弊社のね。代表取締役会長のねえ、ソリマチが直接ねえー、執筆大元の原稿出筆したものでですね。私どもはこう体裁等ですね。まあ、もあの文字のチェックとか。 あの形式的な誤植がないかとかそういうチェックをしたんですけど、まあ、大本はあの非常にねこのまさに消費者問題ということにずっと関係してきている、うん、この反町勝夫がですねえ自らこのたたき台というか一番最初の原稿答案をお作成してくれたとおいうものになっておりますね。はい、で、えー、そういった性質上、まあ、かなり、まあ、司法試験的な書き方あになぞらえていますけれどもまあ こういうふうにやった方があ一般的というかね、えー、もっと良くなるかなともっといいかな見やすくなるかなというような気がしますまたこれも参考資料としてこれ必須教材ではないですけれども消費生活相談員試験のね相談員試験のお解説本というものがありますがこれのね少しあのー 模範答案というか模範答案のこれね本問と全然関係ないですよ本問と全然関係ない消費生活相談委員試験のお合格答案というかある問題のお合格答案をお示したものおなんですけれどもねほらこれテーマがあると、ね、テーマがあると、まあ、ちなみにこの本を購入された方は、まあ、ちなみに76ページにありますけど76ページですね やっぱり、ね、こテーマ、えー、これが来てテーマが来て2番で2番テーマが来てあ今からこの消費者教育の必要性について書いてくれてるんだっていうことが相手にわかりますよね。ということが相手にわかりますよね。 でこれ相談員試験はこの,この語句を使いなさいねっていう指定があって指定の語句をちゃんと使ったら線引きなさいねっていう指定があってたまたま線を引かれているということなんですが、ね、今学んでほしいというか参考にしてほしいのはこのタイトルがあって原稿用紙この一マス分開けてですね一マス分開けてこうやって書いていきましょうねというのが、まあ、オーソドックスよりオーソドックスというか書き方にはなるかなということですね。 先ほど見たこの問題の <laughs> このこ書き方も、まあ、この書き方をしたからもう一瞬で不合格にするってことはむしろありえないというかですねこれはもう本当に文字をタイトルを書く暇もないほどですね、えー、重要な要素というのを非常に入れていったためにですね、えー、タイトル付けすらちょっともったいない字数がもったいないということで書かれていますけれども、まあ、一般的には一般的にはまあここまでえ知識というのがねもうあの あり余って出て出くるというようなものではありませんのであのこういった書き方ではありますけれども皆さん実際に書いていただくときにはこういう形式に置き換えてこういう形式に置き換えて書いていくのでいいかなということですね。はいですのでまず1番のところで大きくまず変遷についてつまりこれまで過去のこの変遷についてまず 大きくこの各年代に起きた各年代に起きた、えー、特に重要なトピック特に重要なトピックですね、はいえー。経済成長ということで大量生産大量消費ということがあってですね、まあ、健康被害等これが発生した時があったとで消費者団体というのが行政を動かすような力となったよということですね。 こういった丸の部分を書いていくとですね、まあ加点自由というか得点がどんどんあどのんアップしていくというようなことになるかなということですね。